岡本カワンが暴露した内容5000、1ジャニーさんの自宅の合鍵を持っている。ジャニーさんから気に入られたことでなんと家の鍵を今でも持っている。当時は自由に出入りできる立場だったのだとか、にジュリーのお気に入りでないと売れない。ジャニーズ事務所は藤島ジュリー恵子さんや娘さんのお気に入りしか力を入れない。ホストクラブのような状況になっていると語っていました。3ジャニーさんの自宅には松潤部屋がある。ジャニーは未成年男子への性行為常習。自宅寝室の松潤部屋と呼ばれる部屋に連れ込まれたら一人前とも言われているという。4山口達也が誰かをかばった。もう一人ジャニーズ事務所のメンバーを守るためかばって事務所を辞めたと言っているが、最初の2年後の出来事なので信憑性ゼロとの見方も。5平野翔の性格、天然ではなくむしろ毒舌系、人に正座させて顔面を蹴ってたなどと素顔についても暴露。それにファンが激怒。過去に嘘ツイートしているので信憑性には欠けますが、彼が暴露した内容は他にもあるそうです。